中共警察トップの政治利益集団が摘発。当局が軽く処分している理由。中共のシークレットサービスに有事罷免されたトップが再で召喚。中国共産党の警察を担当する中央官庁公安部の 孫力軍元副部長の案件が、当局により正式に政治的集団とみなされました。中京メディアが1月15日に放送したドキュメンタリー、容赦しないの第1話で、この事件の詳細が初めて明らかになりました。孫力軍の後に、同集団メンバーで失脚した警察組織の虎が4人もいます。虎とは上層部の腐敗官僚を例えています。4匹の虎と例えられているのは、 元上海市副市長兼公安局長の京道安、元重慶市副市長兼公安局長の東海林、元参政省副省長兼公安局長の劉信武、元高訴省、党委員会、常務委員兼政法委員会初期の大立下の4名です。彼らは孫力軍と共に、中共の政治、司法体系における5匹の虎を形成しているといいます。ドキュメンタリーでは、 孫と他の4匹の虎との関係や、彼らが昇進のために集団を形成する過程を描いています。孫が彼らから大金を受け取って出世させたり、彼らに金銭的な便宜を図って相手を買収したりしていました。特に元高訴訟、党委員会、常務委員兼、政法委員会初期の大立家から、孫は公然と大金を受け取っていたのです。2011年、孫が両年省に出張した際、 王は初めて100万元の預金がある銀行カードを孫に送り、孫はそれを当然のように受け取りました。それ以来王は何度も北京などに足を運び、孫を訪ね、銀行カードやアメリカドル、自分の会社の株などをプレゼントしていました。王が孫に長年にわたって送ったものは、摘発された時点で9000万人民元以上に達していました。一方の孫も王の期待を裏切らなかったようです。はあ もう一人の共同案に関して、孫は金を使って買収しました。ドキュメンタリーによれば、2010年、地方公安局長研修セミナーの際、孫は湖北省関連市の公安局局長共同案を 積極的に引き入れ、彼を公安部技術調査局副局長に任命しました。その後、技術調査局局長、上海市、公安局局長、上海市副市長に次々と昇進させました。孫は賄賂で得た金の中から大金を出して、京道安の子供の住まいを解決したり、彼の親戚に仕事を手配したりしました。また京道安の部下チームにも、 ボーナスを支給しましまた宗教の腐敗的発揮官宗教規律検査医の役人である古海によると、共同案が孫力軍の恩に感謝し、彼の言いなりになったと言います。共同案は自ら孫に仕えるだけでなく、孫の集団が充実するよう運営を手伝い、当時湖北省議章市の公安局長の東海林を孫に推薦しました。劉信武に関しては、 2014年に孫と初めて会った時から意気統合し、すぐ部外者ではなくなったのです。劉信は元災難市公安局の局長で、2014年、山東省公安部の会議の警備を担当していた時、自ら孫を訪ねて彼に近づこうとしました。孫は彼の考えを見抜き、当時自分が捜査していた事件の状況をとろし、自分が重要な事件に関与できることを誇示するとともに、 彼を自分の仲間と思っていることをアピールしたのです。大起源のコラムニストである章天良氏は、2014年に公安部内部で自慢できる最も重要な事件は、州栄光事件の秘密捜査だろうと推測しています。第一次打照明、第一次以降は我这么说。我当時我就、我就这么重要的机密。这次以降は我说。人家能瞧得起来。 2014年12月、孫の手配を受け、劉が公安部インターネット安全局局長に転任しました。劉が北京に着くとすぐに、孫は集団のその他のメンバーと一緒に歓迎会を開きました。ドキュメンタリーでは、劉新は大量のネット重要情報を、共同案は大量の事件処理状況に関する情報を、孫に違法に提供していたことが明らかにされました。彼らが孫に提供した資料のほとんどは、 孫が自分の権限ではアクセスできない情報でした。中国メディア、中国新聞週刊によると、公安部内部の報告ではかつて、劉が技術的な操作方法を乱用したと主張していたといいます。内部報告では、技術的な操作方法を乱用したのは主に、彼が山西省にいたとき、省の党委員会や省政府の指導者を監視し、盗聴していたことだと指摘しています。 ドキュメンタリーの中で、孫は集団で結託し、個人的な勢力を培い、利益集団を形成したと繰り返し語られています。しかし、孫の背後には、さらに大きなボスがいるのではないかと疑問視されています。少子の分析によると、孫力軍の集団の仲間たちは、副省庁まで昇進しましたが、中共の幹部昇進制度に従えば、 中央組織部の審査を経て、政治局常務委員会の投票が必要です。ところが、孫がそのプロセスに関与する能力は全くなく、本物のボスのために指導者候補を物色していたといいます。对，所以那几个人，你看他的年龄的话，都是六几年的，什么六四年的、六五年的什么之类的，都这种年龄的人。也就是说呢，他们实际上准备的是接孙立军他们这一批人的班啊，就是等于是习近平后面嘛，就是六零后甚至六五后嘛。 但是呢，我大家可以想象一下，以一个小小的公安部的副部长孙立军的话，他凭什么在政治局布局啊，在国务院布局？他，你说他有野心，我觉得那他也没有必要真的那么付诸行动，是吧？所以呢，就是说，他呢，你从他的行为来感觉的话呢，他一定是给一个更大的大老板在打工啊，帮这个大老板在物色这个人物。 自身を昇進させた、もう県中よりはるかに地位が高くて、政治局レベル以上の人物だと考えています。我们的分析哈，就从公开的信息分析的话，和从中共这个机制、中组部这个运作的机制分析的话，你就知道孙立军绝对绝对不是那个最大的大老板啊，他背后的话绝对有比他高至少两个级别的人啊，政治局委员或政治局常委啊，才是他的真正的大老板。によると、孫事件は。 上層部に関わりますが、中共がどこまで対処するかは、習近平の政治闘争における配慮、つまりどこまで利用したいかによるものだと言います。外部分析によると、中共当局が孫を取り押さえる本当の理由は、彼が習近平に対するクーデターに関与しているからだそうです。孫の最終的な後ろ盾は公卓民であることが、海外メディアによって明らかにされており、公卓民は孫の用紙、世渡りの方法、 古株へのご機嫌取りなどの能力の点で非常に気に入っていたようです。功の高い評価で、孫はいろいろな面でやりたい放題になっていきました。1月13日、中共は孫に対し、政権奪取の罪には触れず、3つの罪名を言い渡しました。時事評論家の各兵士によると、当局は孫力軍事件を軽く対処することを選んだようだが、これは習近平の党を守る意図によるものだろうと言います。 つまり、党内で争っても破れないようにすることで、相手の混乱を抑止しているのです。同時に習近平が根本的に解決しなければ、後に問題が尽きることなく発生するだろうとも述べていました。次のニュースです。先日、中京中央投校にあるセミナーで、アメリカのシークレットサービスにあたる、中京中央経営局の王将軍元局長が姿を現しました。そのため、 宗教の内部闘争下で知られざる突発事態が起きているのではないかとの憶測を呼びました。1月11日に開催された勝負級の主要指導幹部によるセミナーには姿をくらましていた党内序列3位の立選手が表に出たほか引退した元中央経営局局長の王将軍も出席していました。宗教の対外プロパガンダメディア 同ウェイモンは率先して王将軍の件を分析して記事にし、その内容は翌日の香港のニュースサイト、香港01にも転載されました。記事では王将軍の左側には、中央弁公庁の東方優副主任、右側には国務院ニュース弁公室の小建国元主任という席順だったことが紹介されています。さらに中共メディア、 新華社通信が報じた出席者の肩書から見ると、王将軍が今も中央経営局のトップであることがわかります。2021年7月、香港市明宝の報道によると、中共の中央経営局局長に王将軍に代わって、元北部戦区陸軍副参謀長の周公居少長が就任したと報じられました。しかし政府からの声明は発表されていません。中南海の護衛隊長と呼ばれる、 中央経営局長は、中央党首の身の安全に直接関係しています。王が再び中央経営局のトップとして登場していることから、局内で何か突発的な事件が起きたため、習近平が彼を一時的に呼び戻したのではないかとの憶測を呼んでいます。しかし、当日の王のみなりは、かつて中央経営局長の時に着ていた軍服とは違い、普通の上着を着ていました。 公開情報によると、王将軍は今年8月に67歳になり、定年の60歳を遥かに超えています。もし彼が中央経営局のトップに再任されるとすれば、極めて異例なことになります。今日の紀元投票はこの後、多謝收睇、收貨真相、永不放棄、我雪兒